はいどうも、ビップです。やってきました、ビップです。よろしくお願いします、ビップです。ということでですね、本日はですね、山崎武史選手使ってみたです。はい。めっちゃ楽しみにしました、本当に。ちょっとね、見てほしいんですけど、こちらなんですよね。山崎武史選手ね、超3なんですよ。で、ビップいつも使ってみた動画の時、極みでやるんですけど、今回はちょっと山崎武史選手の A ランクをゲットすることができなかったんですよ、ガチャで。高橋由伸選手もゲットできなかったっす。で、みんなから高橋由伸選手ゲットせえへんのかって、アニヤ選手ゲットせえへんのって言われたんですけど、狙い撃ちで引きます。はい、おそらくもうすぐ狙い撃ちが来るんで、OB 第1弾の。そちらで、山崎武史選手の A ランクプラス、高橋由伸選手プラス、アニヤ選手を狙いたいと思いますんで、もう今ここで OB のガチャ引くのはね、鬼の所業です。はい、もう出ないです、おそらく。なので今回は、ちょっとね、調査でやらせていただきます。フォロースルーが見たいんですよ。お祭りやってるようなフォロースルーね。あれを見たいので、ちょっと今日はこの調査の山崎武史選手でやりたいと思います。なのでね、早速もう DH で何打席立つかわかんないんですけど、まあ、ホームランは絶対打ちたいと思いますんで、やっていきたいと思います。はい、ではどうぞ。さあ、ここですね、1試合目やっていきましょう。相手の方打率3割6分9厘ぐらいでしたね。まあまあまあ、もうね、昨日2割の方にレベル37の方に僕負けてるんでね。はい、その次の試合一発目なので負けれないで、昨日の動画で VIP もっとインコース使えよってコメントあったんですけど、インコース使ってるんですよ。カットしてるわけで、同じ配球ばっかりっていう風に言いますけど、カットしてるんで、他も一応配球やってるんですよ、いろいろ。他もね、配球混ぜてるんで、ただね、全球映してしまうと動画がすごい長くなってしまうんで、カットしてるって感じですね。はい、ナイスナイス、掛布さんうまいな、この方。今日はちょっとそういう方たちのためにもインコースを攻めていく。さあ、ピッチャー田中将大、バッター坂本勇人、操作 VIP。 はい、女小学校です。ありがとうございます。やるよ俺はこれ。ちょっと待ってな。よし、これ言った時結構抑えれるからね。なんか最近さ、ちょっともうリアタイ下手くそになってるからさ、下手くそになってるとか、なんか結構言われるんですよ、下手くそになったなって。言うてもけど、今度プロの大会あるけどね。うんそんな下手くそかな。ナイスボール、ストレートどう。よし、取って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 、よーし。さあ、山崎武史初打席です。はい、行きましょう。応援歌入れましたよ。うわっ、全部出た。細すぎでしょ、山崎武史。ああ一応フォロースルー出たけどミスった。くそ、もう一回回らんかな。さあ、集中します。ちょっと待って、電波悪い。俺か、まあ、別に負けてもいいけど、とりあえずテンポよくお願いします。動画撮影してます。相手がネットワークから切断されました。しばらくお待ちください。これ多分帰ってこないパターンのやつです。もう今だって1分以上経ってるもん。あ、じゃあ1分30秒以上か。これ多分帰ってこないですね。待ちたいけど、待つは一応ちょっと待つね。まだ待ってるよ、まだ待つ。帰ってこい帰ってこい帰ってこい。すいません、ちょっと動画時間のテンポ悪くなっちゃうんで、これはちょっと押させていただきます。申し訳ない。また機会があったらやろう。ですよさんですよ。また高校か、くそー。こういう使ってみた動画の時、選考の時、なんとか日によって多分選考高校が多い人少ない日って分かれてそうな気するわ。なんか俺この則本投手はね、ちょっとね、俺はもしかしたらですけど、スピ解放していく則本選手になるかもしれん。この則本選手はマジで強い。もう新シリーズの則本投手がね、やっぱりそんなに強くなくなってしまったということで、この則本投手がかなり重宝されると思うんですよね。いや強い、いや強い。よいしょ。はいよ、さあ行こう、山崎武史選手。スピリッツ勝てるかな、とりあえず。オッケーオッケー。うわ、全部出た。全部出やすい体質な山崎さん。ボール、よし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 、しっかり見ていこう、しっかり見ていこう。ボール、打てばよかった。うわー、フォロースルーが見えない。ちょっと待って、見してお願い。ああ、まあ失投やからかな。うわ、確定ホームランでフォローする道、まあ、けど今のはなんか違うフォローするやったな。多分みんなが見たいのは違うんよ。お祭りのなんかねぶた祭りみたいな、ねぶた山崎武史を見たいよね、みんな。いや、うまい、今のは。打線が厚みがやばい、もうほんまに掛布さんが入っただけで厚みがだいぶ増しました。あ、危なー。この5番坂本勇人も怖いよね。敬遠かな。ホームランで終わりやけどね。次誰？せいやちゃん。でね、鈴木誠也選手ね、おそらく高橋由伸選手ゲットしたら外れちゃうんで、そこはね、申し訳ない、本当に。うわー、ブゼニッツ、同い年です。まあ、ここで満塁ホームラン打つけよね、鈴木誠也は。やってもた。さあ、王さん、お願いします。抜けて、よし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 。さあ、誰にしようかな。村上選手でいこう。ホームラン打たなあかんっすよ。よし、落ちた。よし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 。ナイス、村上選手。さあ、ここは菊池選手で決めます。さあ、フルカウント、運命の一球、決めてくれ、決めてくれ。よっしゃー。ってことで次の試合行こう。早っ。そんなんやりましょうよ、ランク戦なんで試合早すぎでしょ、切断。もうこれもう高校やし、これ押すわ。さあ、先行きました。しかもバンテリンドーム。さあ、これは2打席回してどっちかとホームラン打ってこの試合で終わらしたい。さあ、出た。また特殊能力出やすい体質やな、多分これ山崎選手。集中するわ。はい、出た、出ました、フォローする。見して、見してー。ちょっと待って、めっちゃ打ちやすいねんけど、山崎武史選手、これ右の代打やな、多分おそらく。落ちて、ああ、よし。お、センターピンク、紫か。さあ、回すぞ、山崎武史選手に。よっしゃ、単打でつなぎます。待って待って、もうやめて、切断やめて、お願い。あ、俺か。ああ、よかった、びっくりする。もうね、今日ちょっと切断体質なんですよね、僕。切断される体質。さあ、ツーボール。いやー、意外とああいうスライダー打ち上げちゃうよね。まあ、ただこれ回ってくるな、もう一回おそらく。もう今だって7番でしょ。あ、6番か。いや、しゃー、せいやー、回そう回そう、もう1回の表で回そうもう。よっしゃ、ナイスバッティン。ここ変えます、丸。ああ、広角出ない。まあいいや。いやー、もうこういうところのフライ打ち上げちゃうわ。フライというか、こういうところの球。さあ、0点で抑えました。もうこれ多分最終回なんで、これやろ。よしよしよし、これ多分最終回なんで、おそらくもう打っても打たなくても終わりです。さあ、うわ、出る、特能出る。さあ、集中。この辺りの追加点はダメージが大きいですから。いや、ナイスボール。ねぶた祭り出すぞ。さあ、スリーボール、ワンストライク。きた。あー、出たけどな、フォローする。出た出ました、あれ出した。なるほど、そうですね。初球打った。